Ubuntu ぶんつ a アンドロイドはフリーでオープンソースな Android スマートフォンでの実行向けに設計された Ubuntu t u u b u n t u Android はいくつかのスマートフォンにプリインストールされている。Ubuntu for Android はモバイルワールドコングレス2012で発表された。コナニコルによると必要とされる携帯電話のスペックは以下の通り2013年1月2日ロンドンでの会議で マーク・シュタルワースは、Ubuntu Phone 2013年の年末おそらく、リリース予定のモバイルオペレーティングシステムの構想を発表した。リリース予定の Ubuntu p h o n e ズが搭載されたデバイスは、パーソナライズされたフルの画面から画面への体験を、ロックスクリーンではなく、ウェルカムスクリーンに提供する。その後、Ubuntu p h o n e ズが搭載された、携帯電話の構想として、 通常のほとんどのシンプルなスマートフォンに見られるものとは異なるスマートフォンであり、また YouTube を Ubuntu の公式配信として公開することを述べた。ウェルカムスクリーンにはいつもの Ubuntu の壁紙が表示され、上部にはデジタル時計が配置されている。電話機能と OS に関する最新の情報は製品の Ubuntu の公式ページを参照、英語。今年のコンシューマーエレクトロニクス賞で、 2013年1月に製品のデモが表示される予定。ありがとうございます。